こんにちは、メンタリストの大山です。今回はですね、まあ、前回のお話に引き続いて、ちょっと変わった話題を、出したいなというふうに思います。今回ご紹介するのは、10年後、20年後、ずっと、まあ、10年、20年とね、長い間一緒に過ごしていく結婚相手、パートナー選びに失敗しない唯一の方法というのが、今回のテーマになります。まあ、おそらく、僕もまだ結婚してないですが、結婚しようと思った時に、特に女性の場合は多いですけど、じゃあその人が結婚してから10年20年経ったらどんな人になるのかなと、今みたいに自分に優しくしてくれるのかなとか、例えば、結婚したばっかりの男性とかだったら、今みたいに奥さんは自分にこう なんていうんですかね、その、こう優しく当たってくれるの、優しくもしてくれるのかなとか、例えば料理とかね、凝って作ってくれるのかなとか、まあ、いろいろ考えますよね。それを確かめる方法を一つご紹介したいと思います。これはすごく簡単にできるんですが、例えばじゃあ自分のパートナーの、10年後20年後自分にどういう扱いをするのかっていうのはどこに出てくるかというと、全く無関係の第三者にどういうふうな対応をするかで読めます。じゃあ例えば旦那さんが、あるいはその結婚しようと思っている男性がどういう、人間なのかっていうことを調べるのをすごく、じゃあ具体的な例を出しましょう。例えばファミレスに行ったとしましょうか。あるいはレストランに行って店員さんが粗相をしたり、メニューあるいはそのオーダーを取り間違えたとしますよね。でその時にパートナーの反応を見るわけですよ。でそれはまあ例えば行きつけのすごく仲のいいお店だったら問題にはならないと思うんですけど、第三者全然関係がないし人間関係もできてないお店の場合は、怒る人はやっぱり怒ってしまいますよね。例えばこうすごく異なったりとか、どうなってんだとか、責任者呼んでこいって言ったりする人もいると思うんですけど、これは危険信号です。自分と利害関係がないし人間関係が築けていない第三者に対して辛く当たったりとか、そういうふうにまあ強い態度に出る人っていうのは、結婚してから、2人の関係がこう、まあ、今はすごくホットかもしれないですが、付き合い始めた頃は、結婚した頃はそれがだんだんこう沈静化してこう落ち着いていった時に、その出る反応や行動とそこは一致するわけですよ。つまりまとめると、全然関係ない第三者のミスとか、店員さんのミスに対して辛く当たったりとか、強気で発言したり上から目線でずっと物事を言う人っていうのは、あなたと結婚してから10年20年経った時にあなたに対して全く同じことをしやすくなるということが分かってるわけですよね。これは結構衝撃的な話です。だから相手と結婚するとか長く付き合っていこうと思うのであれば、自分以外の人間にどういう対応をしているかを見ておくってことがすごく重要なことになります。考えてみれば当然で、例えばじゃあ、付き合いたてとか付き合いたいと思っている相手がいたとしますよね。そしたらその人の前では、あるいはその人に対してはすごくいい自分を演じようとしますよね。これはどんなに素直な人でも必ず相手に気に入られたいと、どう思われてるか気になるっていう、まあ、性質を人間は持ってますから、いい自分を見せようとするわけですよ。で例えばじゃあこれが結婚して10年20年とか、経った時にどうなるかっていうと、もうお互いにもうお互いの存在に慣れてきますよね。そうすると演じ切ることができなくなるわけですよ。素の自分が出てくる。だからその素の自分を先に確かめておきたいと。だからそういう場合に使えるのが、第三者に対してどういうふうに当たるかっていうことを観察しておくことによって、10年20年先どういう人になるのかってことが予想できると、ある程度予想できるというわけですね。逆に親しい間柄の人、例えばあなたとか、例えばあなたのまあパートナーに対してどういうふうに当たるのかというそのまあ接し方と、パートナーに対する接し方と第三者に対する接し方がさほど変わらないのであれば、その人は結婚して長い時間が経っても、いわゆる表変と言われますけど、表変することは少ないということが分かるわけですね。まあ、こういうところをチェックして、ぜひ後悔しない結婚をしてみてください。メンタリストの大悟でした。